皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム正直屋のネコリンです。今回のレスリーは使ったからわかる性能解説シリーズということで、前回のヨハナ回に続き、今回はザスキア師匠回ということで、性能解説、おすすめ装備とメモリア、おすすめパーティー、行くべきかどうか、使ってみた正直な感想等々をね、語っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。あくまでネコリンが使った場合というところになりますので、少しでも参考になればと思っています。それでは行ってみましょう。まずステータスから見ていこうと思うんですが、ザスキア師匠は氷のサポーターです。氷ディフェンダーはまたしても出なかったというところね、少し前回お話ししたんですが、1周年でさすがに出すんじゃないかなと個人的には思ってます。期待してます。素早さは249、同数値でいうとザンロルナも249になっています。強力なサポーターというところで、ビルベルとかフロッケ等々も250台というところもあり、サポーターは250から260くらいかなというところの中で少し遅めになっていますが、メモリア装飾品で十分調整可能なので、使ってみてそこまで気にはなりませんでした。ステータスはサポーターなので、それなりっていう感じのバランスしてますよね。スキル1、彗星かな。単体のウェイト100、攻撃後アイテムゲージを 10% 回復し、味方全員にクリティカルダメージプラス 20% を2回行動終了するまで付与することができます。この2回行動終了というところもめちゃくちゃ強いと使ってみて思いました。また装備の特性というところなんですが、ダメージバフ強化 A5 を3積み、あとはメモリア等々にもよるんですけれども、一発スキル1を使うことで50%っていうような、このクリティカルダメージを味方に付与することができます。メインアタッカーの素早さ次第ではスキル1をぶん回した方がめちゃくちゃ強いです。私はこのスキル1の特性上、後からパーティー解説するんですが、水着バレリアがめちゃくちゃ相性良くて使ってます。このスキル1こそ師匠の強いところじゃないかって今のところは思いました。使ってみてね。スキル2、節下の舞、全体のウェイト200、アイテムゲージを 10% 回復、味方全員に魔法プラス 9% 付与、上限 27%。 次の味方パネル1つがバーストパネルでないとき、強化プラスパネルに変換という効果を持っています。このスキル2もめちゃくちゃ強力です。全体効果なので魔法バフ自体はそこまで高くはないんですが、強化プラスパネルというところがめちゃくちゃ強力なんですよ。メインアタッカーを風レスナにすることにより、風レスナがザスキアのスキル2で強化プラスパネルに乗ることができる。つまり風レスナスキル1使わなくてもクリティカル攻撃出せるんですよ。めちゃくちゃ強くないっていう話です。ただアイテムを使う際は注意が必要です。ザスキアのターンの間にアイテムを使う、そうすることにより強化プラスパネルに乗った風レスナはプラス効果を受けたままスキルが使えますので、アイテムには気をつけましょう。アイテムリチャージすることによりゲージが速攻溜まってすぐアイテム使用することができますので、メモリアでわざわざ持っていかなくてもザスキアがいれば大丈夫っていう形になります。超強力です。バースト、スペキュラムルーナ、全体のウェイト200、攻撃後アイテムゲージを 40% 回復し、攻撃対象のパネル全てを弱体プラスパネルに変換する効果です。めちゃくちゃ防御寄りのバースト効果を持っています。弱体プラスパネルということは、スキルダメージマイナス 60% を敵に付与することができるため、味方の耐久力超アップします。またこのアイテムゲージ 40% 回復、メモリアよりも回復量多いんですよね。この回復量に匹敵するキャラクターというのはエリーの陽と風のロンドぐらいです。まあ正直 40% も回復するから、エリーよりもザスキが使った方がいいんじゃねっていうところになっちゃいますので、ちょっとエイリーさんは何とかしてあげてほしいなというところマジで思ってます。このバーストを使うタイミングというのは、相手の攻撃を耐えきれない場合とか、等の高階層ダンジョン等の高難易度っていうところ以外は基本使わなかったです。用途に応じてザスキアさんはスキル1スキル2をぶん回した方が強いと私は思っていますので、どうしても勝てない場合のみ耐久としてバーストを使っていきましょう。アビリティ、ここは師匠に任せなさい。戦闘アイテム使用後、味方全員にマイナス効果無効を1回行動終了するまで付与、上限3回となっています。これもかなり強力です。
もちろん火力に直結するアビリティではないんですが、回復無効だとか強化無効っていうやばいマイナス効果が多い中、ザスキア師匠がいれば問題ないということになりますので、かなり重宝しました。ザスキア師匠がいるといろんな場面で役立つことが増えます。そしてアドバンスオール仏棒&魔棒に、こちらも同じく防御寄りなんですよ。ここがね、アドバンスオール魔鋼とか仏鋼にとかっていうのがあって、魔鋼仏鋼プラス 10% とかだったらめちゃくちゃ嬉しかったんですが、まあパーティーの安定度が上がるため、これでもまあいいかなというふうに使ってみて思いました。やっぱね、ザスキア師匠入れるとアイテムゲージも回復早いし、火力も上がるし、特に耐久面でも助かるしっていうことで、安定度が上がるのでいろんなところに連れていけるっていうのがメリットだと思います。リーダースキル、ほうき星は我らと共に、味方全員はランターナ1人につきクリティカルダメージプラス 5%、 全員でランターナ揃えたとしてもクリティカルダメージプラス 25% ということなので、ザスキアのリーダースキルはかなり弱めです。リーダーに置くことは基本ないと思っていただければいいと思います。というか私は置いてません。もっと強いリーダースキル来るなっていう予想してたんですが、こればっかりはちょっとザスキアの使っててマジかーっててちょっと残念だなと思ったところであります。ただタグがめちゃくちゃ素晴らしいんですよ。約束と協力入ってるし、師匠もちろん入ってます、ズボラ入ってます、レスレリ学園がマジですごいんですよ。このタグレスレリ学園があることにより、何がすごいかと言いますと、このカゼレスナあるじゃないですか。カゼレスナの仏鋼魔鋼仏棒魔棒プラス 30%、 これがザスキア師匠にも乗るのでめちゃくちゃ耐久力上がるんですよ。これが一番使っててメリット高いなと思いました。なので水着バレリアっていう話もしたんですが、カゼレスナが一番相性がいいと言えます。ギフトは氷の盾、氷の祝福、魔法ダメージ上昇配置というものになっています。この排水もね、ギフトとしては使いづらいですし、そうだな、氷の盾祝福も正直使う場面はほとんどないので、ギフト自体は弱めだというふうに使っていて思いました。まあしょうがないかな。続いて装備解説です。装備につける特性としてはダメージバフ強化 A が一択かなというふうに思います。あとは自由でいいんじゃないかと思います。武器について天使の杖を一番おすすめしたいです。私は SR になっているんですが、 SSR の場合はクリティカルダメージプラス 5% を全員に1回付与することができますので、クリティカルダメージ主体で使うメインアタッカーと相性が良いです。代替案としては院長の杖、こちらは次の味方にバーストスキルダメージプラス 12% という風になっていますので、バースト主体で戦う場合には院長の杖もいいんじゃないかという風に思います。個人的に氷属性かつサポーターの時に味方全員のスキルダメージアップするよっていうこちらの水玉ハート、 SSR だと 4% なんですが、こちらを使うのも安定感があっていいなというふうに思いました。クリティカルが出せないよっていう場合はこちらでも良いかと思います。続いて防具です。私は使っていて安定感があるのはフリッシュコートかなというふうに思いました。 SSR の場合は味方全員のクリティカルダメージがプラス 7% というところまで上がります。これにダメバフ強化をつけるのがかなり安定感があって使いやすいです。また羽伸ばしの水着、こちらも与える強化効果量プラス 10% という効果が持っていますので、こちらでも十分に運用できるかと思います。まあ作りやすいのはイベントで手に入る羽伸ばしの水着ではありますので、こちらでもいいと思います。あと個人的になんですが、メインアタッカーの素早さが遅い水着バレリアを使う場合とかに関してはゴールデンメールでもいいのかなというふうに思いました。私は結構まあフリッシュコートが SR っていうのもあるためか、ゴールデンメールを使ってバフをかけていくことも多いです。これは用途によって使い方を変えればいいと思います。続いておすすめ装飾品です。一番良いのは氷の塔30回で手に入るグラソテロンなんですが、難易度かなり高いです。私もまだ攻略中でゲットできていませんので、画像で紹介させていただきます。味方全員のクリダメプラスキューパー、これがめちゃくちゃ強力なので、装備できる方はこちらにダメバフ強化をつけましょう。無理な方はイベントで手に入る羽伸ばしのゴーグル、魔法パーティーで運用する場合はこちらが良いです。汎用的なのは魔女のお面、ズヤサプラス4つくんですけれども、こちらの強化効果プラス 10% というのが
おすすめしたいと思います。2つともねイベント品ではあります。魔女ローメンに関しては復刻イベントになりますので、記憶の鍵を使うかどうかというところがありますが、作りやすい部類だと思うのでおすすめします。ちなみに私が運用している装備はこちらになります。水着バレリア使う関係上ゴールデンメールを使ってみています。続いてメモリアについてなんですが、メモリアは結構どれでもいいかなっていう感じを使っていて思いました。ラスキア自体にアイテムゲージ回復効果を持っていますので、別にアイテムチャージリズムつけなくてもいいと思うし、それだったらバフ効果を高めることができる、味方の火力を高めれるメモリアを使うのがいいんじゃないかというふうに思います。私は素早さ調整も含めてお勉強の時間だよを持っていっています。ここは結構自由度高いと思います。アタッカーとアイテムがどうしても合わない場合、アイテム録画けをする場合等々はアイテムチャージリズムやアイテムチャージテンポ等々持っていくといいと思いますが、スキル1を分回す場合はラスキアにターンが早く回ってきますのでチャージリズムがいいと思います。以上装備についてでした。サポーター枠とはいえ味方のメインアタッカーに応じてある程度装備を変える必要がありますので注意が必要です。続いておすすめパーティーその1、カゼルスナジク。こちらの運用頻度が一番多いと思います。行動順に関しては雷クラウディアのデバフをできるだけ消費しないようにということで、直接攻撃をするカゼライザを一番先頭に持ってきています。ザスキアはスキル2を使う必要があるためカゼレスナの前に置きましょう。相手が単体攻撃をしてこない時に限り風と鳥を抜いてフロッケとかハロウィンプラフタというようなバファーを運用してもいいと思います。注意点としてバファーもはデバファーを使う場合には非接触攻撃型を採用しないとカゼライザのデバフを消費してしまいますので注意をしてください。氷クラウディアも試してみたんですが、カゼライダーのデバフを結局消費してしまうのであんまり相性良くないのかなとも思いました。私がよく使っているパーティーから水着バレリア軸ということでその2です。水着バレリアはスキルにウェイト300とめちゃくちゃ遅いですので、ザスキアをかなり早く動かすことによりスキル1を乗せまくって水着バレリアの火力で最後吹っ飛ばしてもらうというパーティーになっています。こちらも相手の攻撃によっては風と鳥を水着クラウディアに変えるのもいいと思いますし、雷レスナーにするのもいいと思います。正直風レスナパーティーの方が強いとは思いますが、ロマンがあってこちらも面白いです。水着ライダーを使うのも面白いと思います。こちらは水着イベント EXQ11 ターン目、ザスキアスキル1と水着バレリアの組み合わせの一例です。1回振るだけでクリティカルダメージプラス 58% がつきます。これは水着バレリアがウェイト300と行動が遅いため11ターン目なのにこれだけの数を乗せることができます。この状態でバレリアがバーストを打つと EXQ のゴーレムってめちゃくちゃ硬いんですけど、なんとメモリアそこまで揃ってなくてもワンパンで倒すことができます。やはりこのロマンを経験してしまうとカゼレスナも面白いけど水着バレリアもありだなっていう風に私は思って運用してます。雷イザナ軸もできないことはないですが、枠的にザンロロナまたはウィルベルを使わないといけないっていう風になりますので、ザスキアさんを入れている理由は少しないかなという風に思いました。物理軸も組めなくはないんですけど、その場合はスキル2よりもスキル1を連打して使っていくという風になると思います。またラバレリアをリーダーに置いて先駆けを付与した状態のカゼレスナを一緒に運用するという場合のザスキアはありだと思いますが、やはり物理よりも魔法で組んだ方がザスキアは動きやすいと思います。最後に使ってみた感想と引くべきかどうかというところを話したいと思います。使ってみた正直な感想なんですが、マイナス効果に対する場合とか汎用性が高いっていうところによりいろんなところに連れていけるという利点はマジであります。ただあくまで高難易度とかピックアップ的に使うという風な方がいいと思います。一般使用する場合に関してはそもそもザスキア史上使わなくても他のバフキャラクターを組み込んで普通に運用すれば簡単に倒せますので、正直どうかなというところになります。また学園パーティーにおいても学園ソフィーとの相性が良すぎるので
わざわざザスキア師匠を使わなくても学園ソフィーでいいんじゃないかというところも思いました。アイテム録画けした場合の火力というのはめちゃくちゃ強いですし、録画けもしやすいのでそういった運用もいいと思います。ロマン大舞踏大会も使い方によっては活躍すると思います。最後に引くべきかどうかなんですけれども、サポーターが不足している方は引いた方がいいし、ザスキア師匠好きな方は絶対引いた方がいいです。ただ先ほども言いましたが、ザスキア師匠を6人目として入れれるなら入れたいけど、5人の中には積極的に入りづらいなというふうなところを思いましたので、自身のパーティーバランスを考えて引くかどうかを決めた方がいいと思います。まあ引くべきかどうかという話をしたんですけど、結局ネコリンはザスキア師匠ずっと実装待ち望んでましたし、性能動向よりもめっちゃ引きたいというのとフォトモード楽しみたいと思ったので引きました。結局自分の気持ちに素直なのが一番だと思います。ご視聴いただきありがとうございました。今後もレスレリ動画上げていきますのでよろしくお願いいたします。また見てください。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあね、バイバイ。